はい、栗原久美子のミリオネアマインド。はい、ではですね、今回もミリオネアマインドを始めていきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、短期的欲求を阻止するという話をするんですけれど、まあ、その前に1億とか2億とか得た先にはどのような未来が待っているかということをですね、少しお話をさせていただきたいと思います。やはり私のですね、ミリオネアマインドを聞いている方というのは、今の収入をですね、もっと上げて楽しいこと、素敵なこととかですね、もっと人生を謳歌したい、自由でいたいという方がたくさんいらっしゃると思います。で、私自身もですね、実際に数年前まで年収400万円のサラリーマンだったんですけど、そこから人生変えようと思って独立して累計2億というですね、お金を得るってですね、人生変わりました。まあ、その一環としまして、先週のそうですね、土曜日にトゥールダルジャンというですね、ニューオータニ東京の中にあるですね、ミシュラン一つ星レストランに、私の特別な生徒さんであるマスターマインドのメンバーとですね、会食に行ってきました。で、そこのサービスで一流だな、違うなと思ったところが一つあったのでシェアをします。それは何かというとですね、食事をするときにナプキンってあるじゃないですか。血を拭いたりとか膝にかけたりするナプキンですね。あれをお手洗いに行った後、新しいナプキンをわざわざ用意して渡してくれたんですね。まあ普通の例えば結婚式とか会食だったら、一回ナプキンを使ったらずっと食事が終わるまで1枚だけじゃないですか。でもこのトゥールダルジャンはお手洗いに行って、それで帰ってきたら清潔なナプキンで迎えていただきたいということで、一回一回お手洗いに行くたんびにこのナプキンを交換してくれると。やはりこのナプキンというのも、特に女性なんか口紅とかついて汚くなったりして、なんだろう、食べ物によっては脂っこいものが続いたりしたりすると、何回も口を拭いたりするじゃないですか。まあ、とは言ってもですね、やっぱナプキンっていうのはメッセージが限られるので、左からですね、こう拭いてって右端に行ったら拭くところがないと。でもこうやって一回お手洗い行けば正しいのを変えてくれると、この気遣い、この心配りが一流とそうではないところの違いなんだなっていうのを分かって、すごい勉強になりました。あとそうですね、そのトゥールダルシアンでは食事のマナーとかも教えていただいて、そのうちの一つをシェアをします。例えば食事とかでパンありますよね。パンのお皿があって、それで結婚式とかだと円卓じゃないですか。だからそのですね、パンがですね、右側と左側ですね、どっちのですね、パンを食べたらいいかわからないと。で、そういう時にはパンは左側です。だから自分座ったら左側に配られたパンを食べるんです。で、シャンパンとか飲み物は右側です。これ右利き左利きとか全く関係なく、左側にはパン、右側は飲み物ということで決まってるので、これを知ってるか知らないだけですね。あ、この人はこういう食事に行き慣れてるんだ。あなたはですね、ちょっと上級の人なんだっていう人を思われます。それではですね、今日と短期的欲求を阻止するという話に入っていきます。で、この話を聞くとですね、本当に必要なものとか、本当にですね、大事なものをですね、変えるようになります。まあ、なぜかと言いますね、人間の脳には爬虫類脳、哺乳類脳、人間脳っていうのがあるんですよ。で、この短期的欲求というのは爬虫類の部分なんですね。要は考えない脳のところにアクセスしてるんですよ。感情で物を変え、理屈で正当化するって聞いたことあると思うんです。で、この感情というのが哺乳類の脳のところなんですね。で、人間脳っていうのが理性の部分です。なので長期的なものとか、例えば難しい話で言うと人間脳で考えているので、なのでセーブすることができるんですけれど、感情の部分だってこの哺乳類を襲われてしまうと、もう考えることができないんですよ。例えばお腹空いた、パクって食べちゃうというようなもので、生理的現象とかそういう感じですよね。だからもう我慢できない、やっちゃえみたいな感じ、そういう感じです。で、ここはですね、本当にですね、皆さんも日々ですね、例えば広告とかですね、テレビとか見てて、いい商品とかね、なんか楽しそうなものとかあるじゃないですか。で、ここをですね、優れたマーケッターとか売ってくるので、逆に言うとここを知ってれば、あなたがもし商品を売るときには、そこを狙うだけであなたの商品が売れるんですけれど、ただ買うときはですね、ここを身に塞いだ方がいいんですよ。ね、とても難しいことなんですけれどですね、ただこれ欲しい、買いたいと思われるですね、その感情を揺さぶられることを広告とかが仕掛けられてくるっていうことをですね、知ってるか知らないかで、自分が今必要じゃないものは買わなくなります。まあ、あなた自身もですね、短期的欲求を刺激されてですね、買ったものはあると思うんですよ、今までに。うん、それにですね、皆さんもですね、これ冷静になってみればわかると思うんですけれど、美味しい話というのがですね、本当にあなたがですね、美味しい話、これをやるだけでですね、お金が入るっていうんだったら、自分一人とかですね、本当に大切な家族とか、あとですね、まあ大切な方とだけやりますよね。
だから不特定多数、例えばその紹介をしてくれた方がですね、どういう方かにもよるんですけれど、見ず知らずの人がですね、いい話って持ってこないじゃないですか。でそれでですね、それでですね、騙されちゃうっていう方が多いんですけれど、まあ本当にですね、こういうのあるんですよね。うん。そう。それでですね、まあ本当に、例えば、短期的欲求とかですね、これいいな、本当に欲しいなと思うことがあったらですね、ちょっと一晩考えてみるといいですね。そこでですね、はい、わかりましたってこう回答するのではなくてですね、ちょっと考えてみてですね、どうかなっていうことをですね、検討してみると。それでですね、いいなと思ったらですね、やってみる。出るかですね、やらないというのを決めた方がいいです。そうですね、私なんかは実は一番最初に英語教材ですね、英語教材をですね、まあ刺激されて買っちゃったことがあるんですね。でそこで刺激されちゃったと。でもここに刺激されちゃうとですね、人間っていうのはもう本当ですね、自分ではできるんじゃないかとかですね、もう来月にはですね、もう英語ペラペラになるんじゃないかって夢ばっかり広がっちゃってですね。でも冷静に考えてみると、そんなうまい話はこうなんかゴロゴロ落ちているわけじゃないと。やっぱりなんだかんだでですね、本当に語学を学ぶとかですね、まで人は本当に語学をやってる人というのはですね、もう自分でもやれてるし、あとそうですね、お金を得ながら語学を学ぶ、例えばですね、海外の方とですね、英語でですね、やり取りをしたりしてですね、今実際私自身もですね、海外の方に輸出をしてるんですけれど、そうしてですね、輸出をしたりするとですね、だんだんこの単語はこういう意味なんだなって分かってきて、だいたい物を売る買うっていうのはですね、使ってる単語とか決まってくるから、それでですね、どんどんですね、英語とか分かってきたんですけれど、やはりですね、本当に自分から自主的にですね、お金を払ってやるっていうのはですね、もうダメですね。だから特にですね、語学をですね、お金を払ってやるっていうのはなかなかできないですね。だから本当にですね、一番いいのがですね、語学というのはお金を得ながら、仕事をしながらやるっていうのがいいんですね。で特に私自身がやってることというのはですね、家にいながら空き時間でですね、外国人の方にですね、ものを紹介しながら、英語でですね、やってるんですけれど、まあ、そういうことをしていくとですね、どんどん喋れるようになります。もちろんですね、そういった一番最初に切り口がですね、これ本当にできるのかなと思うことでもですね、実際に正しいやり方をすればですね、できるっていうものはあります。でこれがですね、見分けが難しいんですけれど、まあ、一番のポイントとしまして、その人がですね、何かあってもですね、逃げられない状況にいるかどうかですね。例えばそうですね、まあ、銀行口座にですね、お金を入れて持っていっちゃう詐欺ってあるじゃないですか。詐欺の方というのはですね、すぐですね、逃げられる状況にいるので、名前とかも曖昧ですし、あと YouTube とかでですね、動画とかも流してないですし、あとネットで名前を検索するとすぐ分かりますね。あ、この人はこうなんだなっていうのがですね、すぐ分かるようになります。電話でパッと来てですね、あ、これ欲しいな、いいな、魅力的なんだよ、バーって夢が広がった時はですね、少し考えて、それでですね、やっていくとうまくいくので押さえておきましょう。だから短期的欲求というのを阻止をして、美味しい話をフラフラしてはダメだよっていう話でした。では今日のですね、ミリオネアマインド、短期的欲求を阻止するについてお話をさせていただきました。この番組は数年前までサラリーマンになった栗原がミリオネアマインド、お金持ちの考え方を教えていただいたおかげで人生を変えて独立し、売上の累計では2億円を達成しております。さらにイギリス、フランス、アメリカ、スペイン、トルコなど夢であった海外旅行に17カ国以上行き、また自分自身だけではなく、もっと多くの方にこの幸せを届けさせていただきたいと思い、デヴィ夫人が主催するチャリティーイベントや日本の子ども食堂、イタリア、スペインなど海外6カ国の孤児院や小児がんの施設に寄付するなど社会貢献を実施、今では時間やお金に縛られない自由な生活ができています。今の人生悩んでる方、もっと生き生きと輝きたい、自分らしい人生を送りたい方に、私が人生を変えた方法をお伝えします。来週またですね、月曜日23時30分にお話をさせていただきます。それではまた来週お会いしましょう。